手作りパーツを組み合わせてお正月フラワーアレンジメントを作りました。一度形よく刺したら葉ボタンを抜いて松や菊、千両などの根元にたっぷりとボンドをつけます。葉ボタンにもボンドをつけて根元を隠します。お花紙の竹の葉は裏にボンドをつけてイグサのフラワーベースに貼ります。下から見るとこんな感じになります。後ろから見るとこんな感じだったのでボンドをつけて壁面飾り用の葉ボタンで隠しました。それぞれのパーツの作り方は終了画面か説明欄の URL からご覧ください。